78.5九州の未来を開く地域活性まちづくり、まちおこしの名のもとにさまざまな活動に取り組んでいる北九州。一人の力ではなかなか進まないことも多い。そこでオープンにして実現するための方策を見出し実行する、それが北九企画会議。今日のメンバーはサーチャーの渋谷武とディレクターの秋竹正道部長とプロデューサーの浮世恵美でお送りします。どうしたの何かありました。一人少ないから、あ、私だと思って、なんか呪文が早いと思ってさ、そうですね、びっくりしちゃった。もうなんか慣れないんですよね。すがり字も変わっちゃったからね。はい、そうだね、びっくりした、はい、見慣れない人が前にいるとすいません、ね、いつも横ですからね。はい、はい、まあ、そんなわけで8月最初、8月最初ね、最初です。8月最初です。最初です。夏真っ盛り、うん、そうですね、暑かったです。今年はなんでこんなに暑いの。今年もだと思います。もう全部エルニーニョのせいにしよる世間がいるんですけど、うん、でしょ、何があってもエルニーニョって言ってる。エルニーニョ今言ってます、言ってるんですか。なんか、うん、ラニーニョとかおるんでしょ今。ラニーニョとかいうやつが、へ、エルニーニョの逆、うん、ラニーニョ、エルニーニョが女の子でしたっけ、でラニーニョが男の子って意味なんです。あ、そういう意味なんだ。そう、でその、うん、海水温が高いとか低い状態のことをそれぞれ名前をつけてるっていう、うんうん、あ、そうなんだ。でそれをエルニーニョ現象とかラニーニョ現象って言ってる。なるほど、はい。まあ今日はね、はい、今夏真っ盛り、うん、もう夏休みをね、そうですね、中盤を迎えようかということで、はい、白くとなる祭りもほとんど終わってしまいまして、はい、あとは海峡花火を残すのみと。そうですね、楽しみ、はい、ね、ね、来週、来週でかな、13日来週ですね。でちょうど13日なんか雨マークがついとったね。はい、はい、はい、でそんなわけで、うん、まあ、今週も始まったわけですが、まあ、まずはいつも通り、うん、先週の振り返りをしたいなと思うんですけど、はい、なんか、うん、どうぞ先にしちゃっていい。ディレクターが今ちょっとスマホでいっぱいいっぱいになってて、それが気になって仕方がないと。いや、ていうかね、先にしちゃってって、うん、いやこれがさ、うん、なんと繋がってないんですよ、LINE、うん、がね、 LINE がね、うん、でこう入ると、うん、あのその議事録が出てくるんですけど、うん、なんかそんなの知りません、うん、なんで繋がってないの。じゃあいいや、僕やります。してもらいますね。はい、じゃあ先週は、松永不動産の松永優子さんにお越しいただきました。優子人でした。素敵な方、もう全てがもう本当人柄で解決できるような、本当ですね。人柄不動産、人柄系です、ね、なんで事業がうまくいくんですかって言ったら人柄ですっていう世界、うんうんうん、素晴らしい、はい、で散々すっごいたくさんいろいろ話したんですね、うん、この街中で新しいことやるには、はい、あと地権者はの問題もあるけど、うん、そういうところでちゃんと向き合えばできるんですよとか、うん、イノベーションってただやるだけじゃなくて、はい、もっと人を見ないとダメだよねとか、うん、街の中にいると見えないことたくさんあるから、うん、いろんな人たちと意見もらって、はい、で新しい観点もらえるとすごく嬉しいし、それを取り組んでいきたいっていう、うんうん、すっごい結構、あ、本当に現場でやられてるんだなってお話があったのに、うん、まとめは自分からまず動く以上でしたね。はい、はい、そうやったね。そうでした、うんうん、あれだ、押してしまったんだよね。いや結構あった。私がじゃあ人柄だけに集中してて、はい、この人人柄だよねと思いながら、はい、何も聞いてなかったわけね。そうですね。ぶっちゃけそうですね。ぶっちゃけ、ま、何もまとまってないっていうね、うん、なんか集中してなかったです、あの時。こうウキウキしとったわけですね、うん、確かに、はい、うん、でベイビーステップは、はい、そのまとめがざっくりしてるのにベイビーステップがやたら難易度高くて、魚町結婚式を考えよう、魚町で結婚式をバージンロードを作るっていうプランニングをしようっていう、うん、なんかそうです、ね、ベイビーじゃ全然ねえぞっていうステップが示されてました。でもその、はい、それをやりたいっていう、うん、あれは多かったんだよね、要望は。そうです、なんかそういうお話があったってことですよね。だからもう話早いね、なんかもう人を集めてやれば早いね。そうですね、もともと仕事のパートナーが欲しいって話からそうなったんですけどね、松永さんのね、募集中です。そうです、そうです、そう、それで、
そう、僕キーワードを完全に勘違いしていて、その後出てきたキーワード、うん、婚活だったんですね、先週の婚活です。婚活だったんですよね、うん、で僕そっち間違えて、あ、マチコンだともずっと思い込んでて、うん、でマチコンの解説を今週出してしまったと。あ、そうだね、そう、うん、若干間違ってるなと思ったんですけど、言ってよもう出してるからいいかと思って、もうグッてあの Facebook で送ってきたじゃんでも良かったですよ、すごく、はいはい、なんで婚活はそのうちやります。はい、はい、というわけで、先週は松永さんでございましたと、はい、で今週も引き続き、うん、女性ゲストに、はいはい、お越しいただきましたので、はい、プロデューサーご紹介をお願いしてよろしいでしょうか。じゃあどういう肩書き、じゃあまずお名前だけでも、はい、あの どちらかそうですね、あの村上智子です。村上智子さんにおいでいただきました、はい、ちょっと紹介してねフェイスブックではね、はい、あの井の口って言ってますけど、はい、まあ、ただ旧姓なので、はいはい、今活動しているのは村上智子で、村上智子さんにおいでいただきました、はい、よろしくお願いいたします、はい、ちょっとじゃあ、あのご自身から自己紹介をしていただいてよろしいですか。はい、今ですね、まあ、の仕事の傍ら、はい、ママの働き方応援隊という赤ちゃんとお母さんが一緒に働ける仕事を、うんうん、企業と一緒に作るというこんな活動をやっています、うん、でその仕事の一つの中で、はい、小学校とか、うんうん、高校大学とか、うんうん、赤ちゃんと一緒に行って、まあ、いろんなテーマで、はい、あの授業をさせていただいています、うん、そしてですね今ちょっと聞こえたんですけど、はい、婚活、はい、実は、先月結婚したくなる北九州の未来を作るというこういうテーマで、はい、うん、講演会をやりました、うんうん、はい、言われてましたね。はい、で、まあ、赤ちゃんとお母さんが働くっていう、あの一緒に働くっていうことが最初はすごくなんかそんなのあるのかなっていうふうに思ってたんですけれども、はい、結構ね、いろいろとその赤ちゃんの力を使って、うん、まあ、社会をこう変えれるようなそういう、まあ、あの活動っていうんですかね、うん、問題点というか、はい、そういうのがこう見えてきて、はい、まあ、最近やっぱり結婚する人っていうのが実は少ないという、はいはい、まあ、それで、赤ちゃんの力を使って、うん、まあ、こういった取り組みにもチャレンジしてみようかなというふうに今思っているところです。面白い、行きたかったんですよそれ、残念ながら行けなかったんです、ね、前回のね、私が行かなきゃいけなかったんですけどね、私行かないといけなかったね。そうなんですよ、お誘い受けてるんですが完璧行かない、そうなんです、本当にあのもったいないくらい、うん、あのお席が、はい、あの1人2つくらいあの座っていただけるくらいだったんですけれども、ちょっとねこれやっぱり私 の、 あの広報の仕方もあのまずかったなというふうに、まあ最初は独身の方というふうなあのつもりで考えてたんですけれども、あのやはりそのこの社会問題、まあ結婚どうしたらできるのかっていうところの、まあ、問題点とそれと今実体験を、まあ、みんなで一緒に考えるという実はつもりで、企画したんですけどね、はいはい、まあ、ちょっとそこ言葉足らずだったかなと。だから独身じゃないといけないんじゃないかっていうふうに思ってる人が結構たくさんいらっしゃって、そうか、逆に男性でも行ってもよかった、そうなんです、うんうんうん、だけどやっぱりママとか赤ちゃんとそれと結婚っていうところがどうしてもなんとなくそれぞれのイメージにこう固まってしまっていて、なんかやっぱりこういうあの企画っていうんですかね、その集客するのってすごく大変難しいなっていうふうなことで、まあ、でも次は大丈夫です、うん、はい、本当だ、はい、楽しみにしてます、はい、次回も、はい、うん、まあ、プルーンさんいかんでいいよ、まだずっとここでアイドルで永遠のアイドルで、こっち別に結婚してもいいじゃないですか、アイドルでも A じゃなくて A じゃなくてでなんかねちょっと私も考えたんですけど、うん、最初はその女性の働き方とか女性の活躍っていうところで、うんうん、まあ、本当半年前までは、うん、なんとかそういう展開をやっていこうと思ってたんですけども、うん、あの先日ムーブフェスタがあって、はい、要はね性的マイノリティ、うんうん、まあ、いろんなあの心の問題というか、うん、その身体的な問題を抱えている人が、はい、結構たくさんいらっしゃるんだなっていうことに、うん、あの改めて、うんうん、気づかされたんですね、はいはい、ってなると、まあ、その結婚っていう、まあ、言葉だったりとか、うん、まあ、いろんなその、うん、言葉っていうのがねやっぱりどんどん今からちょっと変わっていくのかなと、うん、昨日か一昨日かなんか新聞見てたら、うん、はい、あの結婚お祝い金を出してる IT 企業があって、うん、はい、あの同性同士の結婚でも出しますという福利厚生を、
そうなんですか、だからほら犬と結婚する時代が近づきますよ。私の相棒は犬ですとか猫と一緒生活してますって結婚認めてくださいって。なるほど、そこまでいきませんか。いやいや飛躍するとそうかもしれませんよ、うん、近づいてくると思いますよ、うん、否定はしません、はい、なかなかですね、そのまあ、人を好きになるということが、うん、まあ、一つの、うん、あの根っこなんですけれども、はいはい、まあ、それが結婚だったりとか、はい、まあ、いろんなその言葉っていうか形で表現されているので、まあ、必ずしも結婚じゃなくてもいいのかなと。あの結婚じゃなくてもいいっていうのはあると思うし、今ほら結婚っていう事実は残しつつパートナーとしてやりましょうって言って、お互いに彼氏彼女募集をやってる家族、まあ、夫婦もあるでしょ、あ、なるほど、うん、要するにいいじゃん、お互いに彼氏彼女作ろうよって、うん、でこの席だけはぬくまいって、なるほど、のもあるでしょ。へ、逆に、うんうん、よくあるのはね、うんうん、席は入れないけど、うん、一緒に同居人として、そうですよね、やってるパターンと、うんうん、あるでしょ。だから両サイドあっていいかもしれないし、うんうん、やっぱ会社の社長やったら、うん、専務はやっぱり横に寝てくれなきゃやだとさ、はあ、だから一番夜がさ一番話ができるわけじゃん、うん、あ、そういうことだか、そうか、そう、ね、それ女子であろうと男子であろうと組織の発展のためにね、うんうんうん、もうあってもいいのかなと、まあ、いろんなそのね、あり方があっていいってことですね、うん、要はね、結婚というその形にとらわれずに、うん、男女、うん、自分からなんかテーマを投げかけたものの、はい、ちょっとびっくりみたいな、うん、そういうことあるんですかみたいなちょっとなりつつありますけれども、うんうん、そうですよね、本当にあるみたいですよ、うん、パートナーとして、うん、っていうか席は残して、うん、あのお互いにこう、うん、好きなようにやりましょうって、うん、でも相当平和と思うよ、まあ、そうですね、でもお互いがそれを理解し合ってるからこそできるっていうことですね、うんうんうん、人間として、まあ、尊厳保ちながら、うんうん、まあ、プライドをお互い持ってってことですよね、うん、ほとんど芸人の世界やね、芸人の世界ですか、芸のためならみたいな、あ、芸人芸じゃないの、芸、うん、分かってます、まあ、理念みたいな、理念、そうですね、だから芸人になってそれは外で遊ぶのもね、うん、芸の人、そういう芸ね、そういう芸ね、うん、そういう芸です、草冠の、ね、草冠の芸です、うんね、はい、分かりました、うん、大丈夫よ、うん、大丈夫通じてますね、通じてます、大丈夫、通じてますね、かろうじて通じてます大丈夫ね、なんか私でを見て決めつけないでね大丈夫ですよ、決めつけてるけどそっち系の話だろみたいな、はい、いや、なんかこれまでその、あの赤ちゃん先生、あの活動されてきて、なんかその気づいたこととか、まあ、初めに当初、まあ、されようとした目的とはまた違った方向に行っていることとか、なんか驚いたこととかって、うん、あります？すごいあります。実は3年目なんですけれども、はい、最初はその赤ちゃん先生っていうこの言葉になんかこう直感的にね、うん、惹かれてやり始めたんだけれども、はい、まあ、実は何にもその形ができてなかったんだっていうことを、まあ、今になってね分かってきて、はい、うん、でそれはみんなでこう手垢をつけながら、うん、こうあの形を作って、はい、いくものだったんだっていうのを、うんうんうん、ようやくちょっと3年経った今ね、うん、あの一息入れながらちょっと後ろを振り返って、はい、あ、そういうことだったんだなって今思ってるところなんですね、うん、で、まあ、赤ちゃんの力っていうのはこれ、まあ、全然変わらないんですね、はい、その赤ちゃんの力ってすごいんですよ、やっぱり、うんうんうん、まあ、人をやっぱりハッピーにするというか、はいはい、それと気づいていって変わっていくっていう、もうすごい、あの何事に何者にもその劣らないビタミン剤といいますか、うんうん、すごい効果があるんですよね、はいはい、でこれをじゃあどんな風に活用できるのかっていうのはやっぱり人と人とのつながりっていうことになっていくので、まあ、それが今こうたどり着いたところが、まあ、その婚活っていう風になってきたんで、はいはいはい、まあ、最初はその癒しだったり、うん、あの高齢者の方に触れてもらって、うん、まあ、赤ちゃんと関わっていただくことで、まあ、高齢者の方がすごくこう元気になったり、うんうん、で笑顔が出たりとか、はい、まあ、そういうところに今度私たちも癒されて、うん、勇気づけられてっていうところだったんですけども、はい、まあ、今やっぱりその結婚、まあ、実は婚活でその赤ちゃんと一緒に行くんですけれども、はい、特に男の人はその赤ちゃんをちょっと抱っこしてもらうんですけど、うん、本当に赤ちゃん大好きっていう表情をするんですよね、うん、で多分それを見てる女性の方が、うんうん、この人あまりなんかね、こう見た目あんまりそうなんだけど、うん、
この人なんかね、うん、パパになるとすごくいいかもみたいな感じでね、そうかそうかそうか、うん、でまあそういうことをこう、まあ、なかなか消極的な男性が、はい、集まってこられる方多いので、なんかこうおせっかいおばさんパワーがそこでこう出てきてね、まあ、この人なんとかいい人見つけてあげたいわみたいな感じでね、まあ、女性もね、はい、結婚して自分のお子様が生まれるまではそんなに赤ちゃん大好きとか、うん、子供大好きとかいう人じゃなくては、ね、うんうんうん、いない方も多いじゃないですか、うん、まあ、自分の子供できて初めて赤ちゃんの可愛さが分かったりとかね、うん、はいはい、でそういう人にとってはね、私ちょっと赤ちゃん苦手だから、うん、旦那がこうやって赤ちゃん好きだったらいいかもと思う可能性はうん、そうですね、今やっぱり会社に所属しないその仕事をされる男性も女性も増えてきているので、必ずその家庭のことを女性がするっていう、本当に少なくっていうか変わってきてますよね、うん、そうですよね、男性の、ね、考え方もまたもう半々でいいんじゃないとかいう方も普通にいらっしゃいますもんね、うん、私は昔ながらやけね、まあ、それはそれでいいと思います、うん、奥様がそれ、まあ、もちろんねそれを理解しようとは思いつつもするけど、うん、行動が止まらないって自分がいることがね、あれですけど、うん、でこの前 の, そのシンポジウムって、うん、講演会で、うん、パネルディスカッションやったんですけども、はい、まあ、パネラーの方に、うん、結婚して出産しても仕事を辞めなかった人っていうのをこうチョイスしたんですね、一人は起業家で、うん、お一人は女医さん、うん、それからもう一人はCA の方、うん、だったんですけど、うんうん、やっぱりすごくこうその人じゃないとできない仕事っていうのがすごく、はいはい、重要なまあ仕事についてらっしゃる、うん、特に女医さんですね、うん、だからやっぱり家族の協力なしにはできなかったっていう、まあその辺は最初ねやっぱ男の方も、はい、理解してね、はい、しないともう花から合わないじゃんって話になっちゃうんだよね、うん、でもその割には芸能界ってさお互い仕事知ってる割にはよくつったりするよね、離れたりね、まああれはちょっと特殊な、ね、業界だと思います離婚するのがいいこと、うん、それもすごくやっぱり多いんだけれども、ね、うん、なのでやっぱり今そのこの間のシンポジウムで、うん、講演会の時に、まあ、佐藤剛先生がおっしゃってたのは、はい、うん、やっぱり結婚と、まあ、いわゆる恋愛は違うので、うん、やっぱりいろんなその困難な、うん、状況も一緒にその乗り越えていけるかどうかっていう、うん、ところを、うん、まあ、しっかりと、まあ、確認して、うんうん、でやって付き合っていくっていう、難しいよね、これ確認が難しいよね、うん、そうですね、まあ、ただ割とそのね秋竹さん世代の方男性が考えるより今の若い男性の方が割と結構すんなり、まあそれ当たり前じゃないっていう感じの方が多いのかなっていう気はしないでもないですけどね、なるほど、うん、割とね、どうでしょうか、まあ今私たち大学でその赤ちゃん連れていくんですけれども、うん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 、大体男子学生が言うのは、うん、やっぱり自分が結婚したら、うん、パートナーを その子育てを助けていこうっていうか、うん、まあ、自分も関わっていこうと思いましたっていうのがすごく多いですね。そっかそっか、なのでやっぱりその想像力っていうか、うん、まあ、例えば、まあ、そういうこう男子は台所に入っちゃいけないみたいな、はいはい、その時代をこう経てきてる人たちは、はいはい、やっぱりその女性の仕事それから男性の役割っていうのをこう分けて考えてる世代が ね、うん、多いんだと思う、うん、人が多いんだと思う、ね、私たち世代は、うん、例えばこう男子はこう台所に入るべからずみたいな標語は持ってないんですよ、はいはいはい、多分性格的に料理もせんことはないわけだし、はい、入ることがあるけど、うんうん、性格的にこのなんか手伝わない癖、そうですね、確かにでもそういう時代だったら、今から料理男子とかってね、うん、いたり名前がね、うん、もう結構流行ってて、うん、もう料理できる男の人ってすごくかっこいいし、うん、モテるしね、うん、もこみちの道を私名前いただいてますんで、うんうんうん、関係ないです関係ないだから多分今の若い子の方が男の子ね、はい、の方が自立してると思う、うんうん、で働く母さんが多い分、うん、多分いろんなその台所のことなんかもやってるんだと思うね、うんうん、あ、それはでもあるかもしれない、うん、ちゃちゃっとなんかねできたりするみたいですもんね、
うん、ずっとほらお母さんが作ってくれるの待ってるってタイプだと思うんですよ、うん、多分ね、うんうん、私はね、うん、あそうそう私はねなんか出てこなかったらいつまでも待ってる、うん、そう待ってる、うん、ずっと出てこなかったらそのまま死んじゃうんですかねえずっと出てこなかったらそのままもどんな何年も待たへんそうか出てこんやったら逆にね、うん、自分で作ろうっていうよりも買ってきたりするんだよね、うん、そうですよね、うん、そうですよね、うん、食ってくるとかそうですよね、うんうちはね今中学校3年生男の子なんですけど、うん、あの料理好きなんですよ。お素晴らしい。それで、うんまああのね、やりもせんのにいつも必ずトライするのがぬか味噌なんですけども、ぬか味噌で途中で混ぜるのが嫌になってきて、でそうするとうちの子供が全部混ぜてくれて毎日混ぜてくれて、うんうん、すごい。でなんかそれをすごくこうなんかハマってきてね、で塾にちょっと行ってるんですけど、うんうんうん、塾の先生がちょっと手が匂いがしたりとかするので、ぬか味噌の匂いとか言って言われたみたいで、うん、混ぜてるんですって、うんなんかうん、あお母さんはめげるけど、うん、子供はもうお母さんは混ぜないけど息子さんが混ぜる勝手に役をね勝手に出てくれてて、うんうんうん、そしたらね先生もやっぱりそこからね話の糸口がまた ね広がってきて、うんなんかピーマンとか入れあのつけるとね美味しいのよとか言ったら、ねうんうん、今日塾の先生からピーマンをつけたら美味しいって言われたから、うん、ピーマンをつけてみるって言って、うんまあ、どんどんこう経験していくので、それはいいことだよね。あれはもう経験値がものを言いますからね、うん、いろんなことを試してみてね、そうですよね、うん、もう実験ね、うん、カレーと一緒ですから、そうです、うん、やっぱりやってみないとやってみないと何がどう変化を与えるかっていうのはね、まあ、そうですよ、うん、何でもね恐れずに、うんやっぱりもう自然とそういうなんとかな食べることにその男性が関わるっていう時代になってきているので、でもコックさんとかほら結局男性の方がいいじゃんって話じゃん、うん、本来ね男性はそういうポテンシャル高いはずなんですよ。それと、あの例えばお掃除屋さんとかでも男性がやるじゃん、いろんな もちろん思いやすいものが持ちやすいっていうのがあるかもしれんけども、お掃除屋さんそういう商売しても男性が多いでしょ。あハウスクリーニング、うん、あの男性が作る料理と女性の作る料理とか、うん、男性がやる、ハウスキーピング業と女性のやるお掃除っていうのって、うん、結構根本的に違うところがあるなと思ってて、うん、それはあのジェンダーとかそういう話じゃなくて、うん、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、あのお母さんの料理って、極端、まあ、例として挙げるんですね。家族がどういう体調でどういうところかに合わせて、うん、味の加減変えますよね。変えます変えます。で、うんうん、その人が今一番食べやすいようにするんですよ。うん、でそれって、ビジネス的には NG なんですね。完璧 NG。品質が安定しないから、マーケット絞れないのと、うんうんうん、オペレーションコストが上がりすぎるからダメ。うん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 、で。それ安定したものを作り続けるっていうのは男性の方が強かったり、うん、同じことやりつけるの男性の方が強かったりするんですよね、うんはい、多分その違いなんだと思うんですよ、うん、あそれはちょっと腹に落ちますね、うんうん、確かにでもそうかも、うん、継続力ですよね。そう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 、でお店の料理はいつ来ても同じ味を出すことが良しとされてきたじゃないですか、カスタムメイドで毎回違う料理が出てきちゃダメだってなるんですけど、うんうんうん、私的にね、うん、本当に料理屋さんでっていうかなんかいろんな食べ物屋さんで、うん、来る人によって味を変えてますっていう料理人ね、うん、こんな信用できないものはないと思ってるぐらいで、うんうん、本当にそういうとこがあるんですか。えいやと思うんだけど本当にいやそれは味はブレるんですよ、うんうん、絶対ブレるのね、うんうん、それを皆さんに合わせてやってますっていう言い換えるっていうところはあるけれども、いやブレますよって行った方が潔いかなって思うことが、いや要するにそのレトルトバッグをね、こうやってその袋を破ってね、するんだったらそれは変わりはないので、変わらないけど、でも手作りだってほとんどブレますもんね。多分ブレるのと意識して変えるって相当違うと思うんですね。でブレちゃうのはブレちゃうんですよ、本当にどうやったって。お母さんがやるのはこう意識して変えるっていうのは分かる、でもほとんどの場合料理屋さんの場合はよっぽどのことがない限りは均一したものを出そうとしているはず、そうですよね。でそれを言い訳としてブレちゃってるのを、
変えてるんですよっていうのはただ卑怯なだけですよねっていう、そういうことですよね。うどんとかそばとかさ、なんかその時によっていろいろ変えるっていう聞いてさ、本当かなっていうことはよくあるね。確かにそうかもしれんけど、湿度によってとか、効能でもデータベースのため方って相当な量じゃないと、単に経験値で覚えてますっていうのはそれ聞いたらそうかもしれんけど、でもしっかり分析しないとそうは言えない領域だとは自分は思ってて、すごいそれは男性的な発想なんだよねきっと。でもお店でお金出して食べるとすれば、やっぱりその味を期待していくわけだから、そうですよね、そうだそうだ、変わるとそれは違うよね、そうだそうです残念な気持ちになりますよね。だからそこをカバーするのが、なんとなくディティールとか、でいろんなところでこうカバーしてくるわけですけどね、その気になって食べちゃうとかね、そのモードにしちゃうっていうね、これをある程度十分に、お客様の味覚を動かすとかできることだと思うのね、よっぽどのこう辛いとか甘いとかじゃないと、見た目がなんか分離してるとかそんな違いじゃないと、分かる、すごく惑わされるところだと思うので、でも基本ブレる、基本ブレる、はい、分かりました。特定の店の特定の店のこと言ってますよね。いろいろ繁盛店でも、で結構ほらその連中とこう濃くと仲良かったりするじゃん、対応すごいよねって言って、どうやって作るんって言ったら、もう普通ですよとか言いながら、いや味どうですね、ブレますよって、その繁盛店でも気にしなるわけないじゃないですかって。ソフトクリームの同じね、今すぐちょっと流行ってるやつがあって、お店によってね高さが違うね。ああ、そうだよね、人によってね。私たちマニアなんで、高さっておかしいよね、残念ですよね。あと一巻きこれくれるのにみたいな、おかしくないこの高さ、ちょっと測りたいみたいね。だってうちもソフトクリーム出してるけど、作るメンバーによって違います全部、高さもやっぱり、それから中の詰め方も、ああそっか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 、奥深く詰める人と、途中からこうシャクシャクってやって、もうどうしようもないのこう斜めになって出てくるけど、マニュアルはないんですかソフトクリーム作り。あれね、マニュアルじゃないよ、マニュアルあるんよ、マニュアルは、マニュアル書くって言ったら、綺麗に巻きましょうぐらい書けんわけじゃん、まっすぐ直角にしましょう、できないのよ。でも練習するでしょ。もちろん練習する、練習するけど、でも練習いくらしてってもその日によってなんかこうあって気持ちですね。気持ちのブレですよね。まあ、だって料理ではあるでしょ、あっていうの。私たちはあっていいじゃないですか。プロじゃないですからね。ソフトクリームの職人ってそりゃおるかもしれんけど。そういう検定じゃないけど、なんか認定だったらいいね。巻き検定。なんかお金の匂いがしますね。ソフトクリームかな。いやマイスターっていうかね、ソフトクリームビールはありますよね。ありますよね。ビールはマイスター制度で、ビールも入れ方ちょっとで全然変わっちゃうから。違う。ソフトはね、いや本当ね大変なんよ、その人によって原価率変わってきますから、はい、そうですよね、本当に測りたいね。でもなんかね、それがでもあんまりまちまちになるとちょっともうそれ、ね、ソフトもこれからグラム100円とか書いておくと、こう巻いてこうやってなるほどね、グラムにね、一応いや高さはまあ妥協したとして、で測ってもらって、それがその一定のグラムだったら、まあ高さは妥協できて、できるかな、それちょっとメーカー提案したい、メーカーもグラム売りしませんかこれから、っていう表示にしてくれと、お客さんの立場からして、何グラムと入ってますよと、こんなに高いアイスなんだからって、結構高いんだよね今もうワンコインアイスも、はい、その辺のこだわりはね、いや職人がね、はいはい、職人ずらすることよくあって、ありますね、ありますよね、あります、あります、それがまあいいような、なんか言い方すれば、確かにお客様にとっては、はい、そうかなと思うわけですよね。今週ちょっと焼き物の町に行ってたんですね、この町じゃなくて北九州出てこの辺の、佐賀の方の有田、ちょっとどことは言えないんですけど、ハサミかな、そうそう、で行ったら面白かったのが、職人って、その陶作陶家、陶作ってた人は違うんですって、焼いてる人たち、お皿作ったりしてる焼き物作ってる人たちは、あの人たちは職人じゃないんですって、
あら、うん、職人とは呼ばないらしいんですよ、うん、もう職人は違うんだ。どこが職人？職人はどっちかというと産業的に工業的に同じものを安定して作れるっていうところにすごくフォーカスをしてて、うん、で陶芸家とか作陶家って呼ばれる人たちは、うん、そうかそうか、あの一品に対してすごく魂を込めるから、はい、二度と同じものは作れないんだよこの人たちは、はい、っていうので、はい、だからそこは、うん、あの違うんですっていうことを明確に言われて、確かにそれはそうだね、はい、あ面白いなと思って、そういうふうに言われると嫌なんだ、そうだ職人じゃない俺たちはって、うん、へーって思いましたよ。うちもじゃあ一枚一枚紐の違うの作ってるしみたいな、うんうん、職人じゃねえしって言ったら、うん、それはどうひねくれない、まあ、何千枚って作るわけですから何か、なんか違うものを感じましたね、うん、あでもそれはそれも花に落ちますね、うんうんうん、ランプすることがね、はい、そうですね。じゃあちょっと今、うん、あの岡さんが到着しましたので、一応ご挨拶だけ、うん、なんかやらすっきりしたかも。あ、そうですか、うんうん、皆さんこんばんは、あのプランナーの岡です。遅刻です。今日はあのようこそいらっしゃいました。お邪魔してます。ようこそ来てよかったです。はい、はい、というわけでということで流れ的には、はい、ママ、うん、ママの働き方、あ赤ちゃんとママの話をちょっと聞きまして、うん、はい、料理の話、ソフトクリームの話になったりしてましたけど、最後はね、あの、うん、職人とその作陶家の違いと、うん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 、要するに工業的に、はい、均一なものを作るのか、はい、で違う一品一品違うものを作るのか、はい、それはもう一品一品違うものを作る人は職人じゃねえと、うん、そうですね、うんうん、確かにそうだよね、うんうん、確かに、うん、あでも面白いですね。でも職人じゃないと困るよね、意外と困りますよ、うん、困ります。職人を育てられるんですって。うん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 、彼らが言ったのは、うん、職人はトレーニングを、研修をちゃんと受けて、うん、安定的に技術をお伝えしていくことでできるんだ、うん、ある程度は育てられるんだ、うんうんうん、作陶家はそういう一品を作るのはセンスだから、うん、ほっとくしかない、うん、あそうだ ね、 そうだね、勝手に前で勝手に頑張ってもらうのを応援するしかないんだって言われて、だ育て方のプロセスが全然違うから、うん、一概に人材育成って言ってるお前たちは何なんだっていうところでこうすごい対立が。私それね、それめっちゃ共感する、うん、今ほら人材育成とか、はいはい、社員教育とかやるじゃん。で僕もそういうの一切捨てたタイプなのね、うん、昔はよくやってマニュアルがどうとか、うん、平準化がどうとか言ってたんだけど、うん、今も基本やめてて、うん、でそれでコンサルタントでやらせてもらう時もそのもう全然落ち着けない、うんうん、もうらしいのが一番いいよ、はいはいはい、だから会社運営もまた人材教育もあんたらしくやるのが一番いいので、あなたらしくないとどんなに教育メソッドを学んでも、はい、その要するにあなた自身に身につかないしみんなもおかしいって感じるっていう感じなのね、うん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 、だから均一確立ができるもんじゃないっていうのがすごく思ってて、うん、だから社員のね職人系の社員を作る時代ではないってすごく思うんですよ、まあ、それが安心だし、あの作業効率は測れるんだけど、で今では少なくとも客を寄せない人は嫌だなって思うぐらい、うん、分かる、客を遠ざける人って言いたりするのね、うん、いますよじゃなければいいって話で、うん、理解と気づきの違いっていうか、うんうん、あのまあ、さっき言ったけどこうやることっていうのは決まってるんだけれども、うんうん、やっぱその人が、まあ、どう自分で考えて動くかっていうところが、うんうん、やっぱりできる人の方が、うん、そうだね、うん、そりゃそうね、そうですね、うん、伸びも早い、ある面トライしきる人なんだよね、うんうんうん、あのささやかなことでも、はい、でこの番組一番最初の方にあったけど、うん、言われたら、はい、それ間違ってるって怒られるからも何もしない方を選択するっていう考え方あるやんですか、うん、だからそれをトライすること、ちょっとしたことが、ここのものをこっちにちょっとずらしてみようとか、こういうのがこっちがいいんじゃないかとか、人がこう来た時にこう声かけた方がいいんじゃないか、そのささやかなことにトライできるかどうかだと思うのよ。で分かってて何年やらないのっていう人は結構いるわけで、はいはい、でもそれやれる人とやれない人っているんだよね、うん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 、
挨拶した方がいいに決まってるって話はみんな知ってるけど、うん、はい、挨拶をするタイミングを測れなかったら結局言わなかったみたいな、リサーチャー渋谷の怒り、はい、今週も来ました。にょぎさん、このコーナーご存知？知ってます。ありがとうございます。いつも帰ります。はい、何気にリスナーになっていただいて、ヘビーリスナーじゃないですか。いつも聞いてくれた時に車の中で聞ける時間なんですよ、うん、はい、あの、そんなゲスト初めてじゃないですか。いや、あの、意外と 2、3人目、2、3人目なんですけど、あの、いつもって言ってくださいましたか、うん、今、ね、いつもって言ってくださったの初めて、初めてでしょ。しかもこんな VIP に聞かれてると思うとプレッシャーっていう、ね、ドキドキですね。あの、お姉さんに怒られる感じがするんですよ。いつも良かったお姉さんで、なんかね、多分後で反省会ありました。そう、はい、あの、後でボコボコにされるんじゃないかっていう不安をいつも抱えながら僕は向き合ってるっていう、はいはい、言われたことないんですよ、いつも。自分が持ってる、そう、勝手に持ってる、そういう視線を感じてるわけね。いや、そのうち言われるだろうなと思ってますね。なんか本当にできる人ってそういう謎の怖いオーラを持ってるんですよ。なるほどね。で、それを感じ取っちゃうと、いつかダメ出しくるなみたいな。はい、じゃあその頑張る。今週もやります。はい、はい、じゃあ今週の怒りです。今週の怒りはこちら、うん、あ、リピートアフトミーやってくださいね。はい、今週の怒りはこちらです。枠を超えてみよう、枠を超えてみよう。その心はその名の通りで、うんうん、あの、久しぶりになんか最初の頃の話が出てきたんで、もう一回似たようなこと言ってみようかなと思って、うんうんうん、自分で決めちゃった枠の中で物事を考えると小さくなっていくんですよね、うん、で、この枠の中でできることを繰り返していく中で、できないと思ったポテンシャル、可能性って削っていくじゃないですか、うんうん、で、そうすると細い細い一本道でできることだけが固められて、外れたら言い訳をするっていう癖だけがついていく、で、チャレンジしないっていう状態があって、で、その外側に出た瞬間に見える景色を全部否定しちゃったりとか、うん、ないものだって決めつけて諦めちゃうことがあるので、うん、はい、外側に出て今まで体験したことがないことを体験するっていうのを普通に毎日のようにやれたら楽しくなるんじゃないかなというのが、うんうん、その心です。今日くしくもクラウドファンディングのスタートの日だったんで、そんなことを言ってみるといいのかなと、うん、ありがとうございます。あの、チャレンジってチャレンジをどんどんしていくと、チャレンジのこう目利きがまたできるようになるんですよね。やめちゃうと、うん、あの、なんかこう外すんですよ。あの、使わない筋肉が衰えるってやつで、そうで、そのチャレンジ筋肉とか、うん、トライ筋肉って常に鍛えていかないと、はい、衰えちゃうんだよね。そうですね、固まってね。そうですね。だからまあ日々こうできるトライとかっていうのをこうやるというのは、いざという時に備える、なんかそんなことあるかもしれませんね。だんだん得意になっちゃうんじゃないですか。うん、トレーニングと一緒で、日々続けていかなきゃ、じゃ伸びていかない、力つかないって話なんだけど、それは結構面倒くさくなっちゃったりするんだよね。だから落ちていっちゃうんだけど、また鍛えると、もうこのしんどい世界にまた入らなきゃいけんのかっていう意識はあったりするね。あの、でもチャレンジをした人はそう思えるけど、うん、これまでしたことがない人はそこまで持っていくのも大変だから、やっぱり誰かがこうサポートしたり、うん、後押ししてあげないと難しいんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、今私たちがやってる活動ってまさにそうなんですよね、うん、やっぱり結婚を機に、うんうん、あの、仕事を辞める人がすごくまだ 60%、はい、70% いらっしゃって、うん、で、まあ家庭に入って、うん、で子育てし始めると、本当にあの、自分じゃない言い訳がいっぱい出てくるんですよね、うん、はい、で、例えば子供の都合だったりとか、うん、はい、で、何かこう決める時にもやっぱり主人に聞いてきますっていう風な、うん、で、そういう人たちをまあ引っ張り出して、はい、やっぱり自分の考え、うんうん、自分の意見を言えるようにする、はい、うん、っていうのが、まあ、この、 あの活動のやっぱり一番大きな狙いなんですね。でもこうやってその、例えば会社の中とかでこう厳しく言われると、うん、やっぱそういうことを言われるとやっぱ辛くなったりとかするんだけれども、うん、まあ、赤ちゃん連れで、うん、なんか楽しみながら、うん、で褒めてもらいながら感謝されながら活動をやってると、うん、なんかそういうことがね、さっき言ったみたいに自分で気づいていくんで、うん、あ、うん、お母さんの方も気づいていくんですね。そうそう、うん、
でやっぱりあの企業もそういう人を採用したいですよね、うん、気配りのある人とかね、うん、そういう言葉出るとかね、うんうん、気が利くねとかね、そう一番ねそれ必要なことですよね、うん、意外と、うん、だからやっぱり考える力、考えることを、うんまあ、こういった活動を通してやっていくので、うんまあ、実際にママの働き方とかお仕事とかいう言い方するから、うん、あのいくらもらえるんですかとか、うん、あのこれ講座受けるのに3万円かかりますとかって言うと、うん、それってどれくらいで回収できるんですかとか言って、うん、聞かれるんだけれども、うんうんうんまあ、それとあのやっぱりあの主人に相談してきますっていう方はもうほとんど来られないですね、うん、あそうなんだ、うん、なので、うんまあ、私たちも実はその人の覚悟と、うん、自分の意思を尊重していくので、うんまあ、自分でその、まあ、例えばご主人に、うんあのこういうのやりたいのっていうふうに言った時に、うんうんまあ、ちゃんとご主人にプレゼンテーションができるかどうか、はいはいうん、っていう人たちはまた戻ってくるし、そっかそっか、うんまあ、そういうママたちが、まあ、自分でやっぱりこう気づいていくので、うんまあ、とかくその答えを求められるんだけれども、うんはい、私から出せる答えってなかなかこうたくさんはないんですよね、うんうんうん、だからこれやりながら自分で、まあ、感じてくださいと、うん、この活動 の、うん、あの面白いところっていうのはあの小学校にもあの小学校2年生対象に、うん、あの毎月5回のプログラムで行くんだけれども、うん、実は答えがないんです、うん、何にも、はい、正解は何にもないので、はいまあ、子どもたちに、まあ、例えば赤ちゃんあの可愛いよねって言っても可愛くないとか言って言っても、うんまあ、それも OK なのであの、まあ、学校の先生はやっぱり答えをこう導くあのことをまあするのがお仕事なので、うんまあ、先生はどうしてもその型にはめたくなるんだけれども、うんうんうんやっぱりその時間をあの費やせば、まあ、子ども自身が気づいていくっていう、これすごいやっぱり5回やって、まあ、約1年間でいくと本当に子どもも先生も変化してくれるので、あれだね、マネジメントゲームみたいに、あ、うん、100期100期やれば分かるみたいな世界よね、なんか答えないけど100期やれば分かるみたいな、そこ100期をとにかくやれっていう、そう答えをね教えるのはすごく簡単なんだけれども、でもそれはやっぱり自分が考えたことではないので、そうですよね、何かこう違う影響を受けると脆いというかね、変わってしまったりするでしょ、だからやっぱり特に高校生に、まあ、多感なあの年齢なんで、うん、高校生とか行くとすごくそれ感じますね、うん、親との関係っていうのをね、あ、うん、この赤ちゃんとお母さんを通して自分の母親との関係をこう自分で考えていくというね、僕自身も、うん、あの村上さんの、まあ話しとってよく聞いてて、すごい最初に話聞いた時にすごいことやってるなってずっと思ってて、なんとなく応援しますってすぐ即答で言ってしまったっていうのはですね、で今もやっぱりすごい感じているのは対話の場を作るっていうところにものすごく長けているのと、今日もクラウドファンディングのプレゼンテーションの中でも言ってたんですけど、答えがない世界になっちゃったんですよね世の中が、はいはいはい、ないよそんな答えっていうのをみんな一生懸命あると思って探してるんですよね、はい、自分の中にもあの作り出す力はあるのにって、はい、でそれに気づいてもらうっていうプロセスをやってるように感じたから、はい、すごいなと思って、うんうんうん、で、あ、うん、話聞いてるとなんかデザインするのすごく似てますよね、うん、デザインってこうなんか形作ろうと思った時にゴールとかないじゃないですか、うん、答えとかないんですよ、まあ概ね答えというものがあるならばそれを望んでる人に向けるプロダクトだったらその人が満足するかどうかとかそういうことですけど、うんうんうん、でも答えではないんですよね、はい、うん、答えっていう種のものではないんですよ、うん、一つのソリューションというかどこかに向けた何かのパーツなんですね、うん、だからそういうことで考えるとそれにとっても似てるなと思って、うん、なんかねそういう風にデザインみたいな感じがしますね、うん、だからそデザイン上手な人でいるんですよやっぱり、うんうん、プロセスの逐一がこう見えると上手になるんですよね、うんうん、相手がどのように思ってどのように感じるかっていう一個ずつの感情表現とか見ながらいくと無駄のないうん、あのデザイン、うん、あのこの間ちょっとたまたまあのお話聞いた時にあの私が相談に乗った話があって、クリエイターさんなんですけどデザインの仕事があるからデザインしないといけないっていうところで、デザインって極力力抜くとこ抜くっていうぐらいまで、うんまあ、整理整頓するのにほとんど近い
ですよね、うん、クリエイティブなものってそこから何か引っ張り上げる力だから、なんていうのかな、力入れる方と抜く方ぐらい多分違うんだろうと思うんですよね、うん、そういったぐらいなんかこう職種の違うものをまたぐっていうぐらい考えるとすごく違うものなんですけど、その2つの能力ってすごくいるなと、うん、ものを作るときに、うん、あんまり力入れても満足しないものを作って何やってんのってなるしですね、ゆきおさまの建築家ですから、あの作ってるからよくわかると思うんですけど、無駄になっちゃうんですよね、無駄なエネルギーの使い方っていうのは、まあ、デザインというのはエネルギー力抜くことでもあるから、まあ入ってみたり引いてみたりみたいな、そういう交互なのかなというふうに今感じましたね、うんうんうん、場作りも多分そうだと思うし、うんうん、なんかあの社会実験ってあるんですか、はい、社会実験って結構重宝する言葉で私にとっては、はい、もうほとんど、ね、社会実験のつもりでやればやめてもね、いい成果が出れば OK だしっていう話であって、あの何ですかな、うん、まあ、そういうふうにずっと捉えてるんですよ、うんうん、いろんなことがやられる中で全て実験だと思って取り組んでいく、うんうん、で前はその美しくあの儲かる形を作んなきゃいけないし、うん、はい、で赤字になったら、はい、その悪い企業だみたいな話だし、今ね、はい、かあの教授だったりそういうこと言う教授多いんだけど、うんうん、赤字枠だみたいな、うん、もちろん赤字はいけないっちゃいけないんだけど、うん、だけどその形を作っていく過程の中で探し出すときに、ね、うん、ありえますよね、ビジョンに向けての赤字はね、うん、そう、うん、あると思うし、はい、要は何をしてるかっていうのが問題 で、うん、何を片付くっていこうとしてるのかが問題 で、うん、そうです、それが明確である中の、うん、まあそういうね、赤はあるかもしれない、うんうん、でも私はそう言うけど、うん、でも村上さんは違うよね、赤は嫌やね、嫌です、ほら違う、私も嫌です、心の底からでは起きたくないみたいな、まあそこは多分リスクマネジメントもね、まあそれはそのお金ではなくって、うん、やっぱり得るものっていうのは必ずやっぱり、うん、まあ、学習したいなって思うんですね、うん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 、見事なんだよね、その何プロデューサーにしてもさ、村上さんにしてもさ、分からないからね。分かってますよね。結構分かってます、ね。あ、そう。負けないように投資してるって感じ、ね、うん、ここは赤で、ここは赤出ちゃったけど、それをちゃんと生かして次かい、うん、あの、取り戻す何かをやってるっていう。やっぱり男の人はやっぱりね、冒険するのが好きっていうか、うん、女の人は。堅実なんで、うん、それはありますね、うん、自分がやっぱこう思考するときに男性思考にこうパッとなった、今いいのになって思う瞬間とかありますよ、やっぱり男性思考で何かをこう始めるときにやっぱりこう一回ちょっと考えますもんね、うん、ロマンチストだと思う、男の人の方が、そうです、そうです、うん、だからやっぱり大きいこともやっぱりやれるんじゃないかなと思いますよ、まあ、まあ無茶するのは男性的な感じがしますよね、うんうんうん、だから自分の能力を超えてるところにいきなりビジョン作っちゃって、うんうん、生き方は走りながら考えようって言って、うん、ボロボロになりながらもう、うん、たどり着ければいいっていう、うんうんうん、だから両極端ですよね、そうそうそう、本当にたどり着く人と、まあ、そうじゃない人、そうそう、まあ、ワンピース経営とか言ってたら多分そんなことやらなきゃいけないんですよね、うんうん、そう、瀬戸際ね、崖っぷちをこうやって普通の渡りの方にこう行ったで、それそんな人ばっかだと世の中破綻するんですよ。そうですよね。間違いなく。うん、そうだよね。みん今日もコンビニの経営はギリギリですみたいな嫌じゃないですか。クレームが出るかどうかギリギリですみたいなコンビニ嫌ですよね。堅実なのが相手回らないから、うん。でもそれもね、結局その人の個性で意外とやんないと、うん、でもじゃないと悶々とするじゃないですか。うん、冒険したいのに、うん、そのやんないと悶々とするし。うん、逆に冒険したくないのに冒険せって言って言われたらまたやらしいし、うんうん、まあ、それやっぱその人のらしさ、はい、まあ、お互いがその足りないところを補うっていう、うんうん、まあ、その人もそうだけど、うん、社会全体もそうだけど、うん、そういう気持ちでお互い様っていうのがあると、うん、はい、まあ、お互いを認め合うっていうか、うん、そう、うん、あのね、お互いを認め合うっていうのが、うん、なんかね、はい、信頼できる人から私のいけない部分を補完してもらえれば、はい、すっごい心地いいのよ、うん、で信頼もできないけど、はい、なんかこう、あんたそんなダメよって言われたら、はい、なんかダメなんかって無茶しちゃう、うん、
わけですよ。だけど信頼っていう か、はい、だから会社が大きいとかちっちゃいとかそんなんじゃなくて、なんかこう分かり合える保管の仕方、はいはい、だったらいいんだよね。全然考え方が違うけど、はい、あそうだな、こういうこの人が言う通りにやってみようかなって思える、思える、だけどそんなんじゃなくて、いやあんたはそうかもしれんけどっていう時もあるわけじゃん、はい、そういうのはもう言われてもさ、あんたはそうかもしれんけど私は、最近なんかそこについて感じるのは、手伝ってあげるよっていう人のスタンスというかあり方によって相手のリアクションがものすごい変わるっていうケースをすごく見ていて、自分ができることとか絶対的に自分の人生はここにあの価値があるんだって思ってる人って余計なものが削ぎ落とされてるので、エゴがないんですよね。あれもやってやる、これもやってるのは全然なくて、俺ができるのはこれだから、もしこれで貢献できるんだったら使ってくれって差し出されていく感じなんですよね。でダメなコンサルはお前のこれがダメ、これがダメだからこれやれってなんか型にはめてってイライラする、はい、で同じこと言ってるはずなのに結果的には対立構造が後者はできてて、あの自分の人生ちゃんと生きてる人だとなんか融合していくっていう感じがするなっていう。もうね、やっぱ自信のある人とない人の違いだよね。うん、あ、自信のある人は失敗することの経験、するかもしれないっていうことがあっても自分らしいという自信があって、はいはい、でこっちの方は失敗したくないしっていう自信がないから、そういう型をはめちゃうっていうのがね、はいはい、で壊す気になったり、それからおせっかいになったりするよね。自分で気づいてないとは思いますね、その方は。僕実はこの半年ぐらいの椅子のトレーニングをずっと受けてたんですね。もう何でしょうね、精神的に追い詰められ続ける半年間だったみたいな。トレーニングとしてやるんですけど、何でしょうね、物理的には吐かないんですけど血を吐くような思いするんですよ。でそういうのをやっていくと自分の存在価値ってここなんだって見えてきて、それ見えると他のやつがあまりにもハリボテ感で恥ずかしくなるんですね。だから僕ファシリテーターとしてはもうすごい高い能力を持ってる自信はあるんですけど、他は全部ハリボテだったっていう感覚があって、ファイナンスとか IT テクノロジーとかコンサルティング経営とか分かりますけど、その仕事本当はしたくないっていうことにやっと気づいたんで、その方が気楽って。はい、じゃあ、もうそろそろ時間が近づいてまいりましたけど、はい、これからの村上さんが、この北九州でやっていきたい、はい、行きたい、そうですね、まあ、その赤ちゃんを皮切りに、3年やってみて、はい、でやっぱり結婚したくなる北九州の未来を作るというテーマでやっていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、さっき言ったみたいにちょっと結婚っていうなんか違う言葉をね、作っていけたらなって。結婚以外の、マリッジ以外の、そう、なんか結婚ってなんとなくね、なんかパートナーシップとか、アライアンスとか、なんだろう、なんとなくねって新しいことが面白いですよ。そうね、新しいなんかカップリング、カップリングでもなんだろうね、杯まあ、結局なんか若い人たちっていう、もうなんかこう直結したような感じでしょ、その結婚って。じゃなくって、まあ、今日のね、あの R65 でもあったけど、いくつになってもなんか好きな人ができるとか、そういうつながり方ってすごいいいなと思うんで、やっぱり、はい、じゃあそういうことで、これから結婚に燃えていただきつつ、まとめを言わなきゃいけないんですけども、まとめは、まとまらんでしょう今日の話、ちょっと待って時間が全然ないですね、まとまらないと思いますよ、何でしょう、自分物事の枠の中で考えるんじゃなくて、いろんなものにまず触れましょうっていうことと、相手を尊重して受け入れていくっていうところから始まるよっていう、でその中で、チャレンジするっていうところもやってったら面白いこと起きるんじゃないですかっていう、で今村上さんとしては、新しい恋をする、結婚したくなる街っていうところのチャレンジをやってるんだって、したくなる街いいですね、はい、そういうことを、あと結婚の言葉はまた別なので考えると、はい、はいはい、じゃあベビーステップ何、
婚活に参加する？あ、じゃあそれで私も？え、それ参加条件とかあるんじゃないですか？そう、じゃあ婚活を見に行くオブザーバー、オブザーバーで、はい、もう時間ないから、はい、オブザーバーでいいです。はい、じゃあ今年こそ婚活書く、ベビーステップ、あ、ですよね、キーワード。はい。はい。ということで今日は、ママの働き方応援隊の、はい、村上智子さんにお越しいただきました。はい、はい、ぜひまた機会ありましたらお越しください。ということで、まだ暑い日が続きますが皆さん。はい。夏バテしないように、はい、また来週お会いいたしましょう。はい、ごきげんよう。さよなら。はい。